北東アジアの対立などをテーマに民間外交により理性的な世論を国民にフィードバックし政府間外交が円滑に進む環境を作るべきなど率直な考えを述べましたまた主催者の言論 NPO は今月日中韓の3カ国で行ったアンケートを紹介し日本の回答者のうち58.9% 中国は43%、韓国は23%が軍事的衝突が起こると考えていることを明らかにしましたさらに政府間外交が機能していないと答えた人の割合は日本が8割、中韓でも半数を超えました参加した中国政府の元広報役は民間外交には大いに期待していると述べました